メダカを飼うのにはどれが一番かな。3人のメダカ好きが話し合ってみました。おうおうおう、こんにちは、農家の鈴木です。本日はですね、私の思うメダカの最適な飼育環境をお話ししたいと思います。それは陶器町です。こんにちは、リーマンの鈴木です。本日はメダカの最適な飼育環境についてお話ししたいと思います。それは水槽です。こんにちは、私服の鈴木です。今日は私の思うメダカの最適な飼育環境についてお話ししたいと思います。それはプラ鉢です。そんなわけないよ。陶器鉢は重いよね。陶器鉢は高いよね。水槽はね、ガラス面の汚れが目立ってメンテナンスが大変そう。水槽は難しそう。プラ鉢はちょっと安っぽいよな。なんかチャルメラうるさいね。プラ鉢はね、なんて言ったって種類が少ないよね。売ってる種類が少ないと思うんだよね。結局意見が合わないので、それぞれ作ってみることにしました。おうおうおう。希少メダカなんかね、すごくこう陶器鉢でより引き立っていいね。こう上から見るメダカにぴったりだよね。こう横から見るね、ラメメダカとかスワローメダカなんかにぴったりだね。メダカならブクブクもいらないしね、手間がかからないね。メダカはどんどんすぐ増えていくからね、プラ鉢増やしていくのに安くていいね。軽くてメンテナンスが楽でいいね。どれもいい飼い方だね。本日は3人のメダカ好きが陶器鉢、水槽、プラ鉢について話し合いました。それではまた、さよなら。